私の祖父の家には母屋の他に2階建ての長屋と呼んでいた建物があって、古くて危ないから子供は入ってはいけないと言われていたんですがね、兄とちょっとした冒険心でそこの2階を探索してみようということになったんです。と不意にどこからか演歌のような歌が聞こえてきたんだ。兄と一緒に音源を探していると、何のことはない、その歌はもうだいぶくたびれて埃をかぶったラジカセから聞こえてきていたんですな。なんだラジカセじゃん、なんて言って笑っていたんですが、兄がね、おい、このラジカセ電池もテープも入ってないぞって言うんですよ。一体あれは何だったのか、大人になった今でも不思議でしょうがないんですよね。